ロドビコ2世率いるフランク・ランゴバルド連合軍による871年のバーリ征服イスラーム期のバーリではイタリア南部のバーリに短期間存在したベルベル人イスラーム勢力の統治期について述べる。英語ではこの政権はエミラテ・オブバリとも呼ばれている。バーリは847年から871年にかけてイスラム勢力の支配下に置かれた。これは 歴史上南イタリアに存在したイスラム支配としては最長である。840年あるいは841年諸島、バーリはイフリーキアのアグラ部長の襲撃を受け短期間占領された。その後東ローマ帝国支配下に戻るが、アフマド分野フヤーバラーズリーによれば、847年頃にアグラ部長に仕えていた、使用人あるいは、 脱走奴隷であるマワーリーのカルフンというものがバーリーを征服した。カルフンはおそらくベルベル人系で、またシチリア出身であった可能性がある。彼のバーリー征服は主要なイスラーム国家のいずれも関与しておらず、同時代のムスリムからは取るに足らない一事件と見られていた。しかしカルフンの後継者ムーフェラーグイブンサラムはバグダードのアッパース長カリフであるムターッキルと、 その配下のエジプト総督に死者を送り、自身をイスラム帝国内の知事であるワーリとして承認するよう求め、認められた。ムーフェラーグはバーリでのムスリムの影響力を強め、自身の領土拡張に努めた。857年頃にムーフェラーグは暗殺され、三代目にして最後の支配者相談が権力を握った。彼はランボバルド人政権のベネベント広告を侵略し、 ベネベント・コア・デルキスに効能を敷いた。864年、相談は、かつてムーフェラーグがカリフに求めていた正式な、知事任命を受けた。860年代半ば、ベルナルドという名のフランク人造が、二人の従者と共に、エルサレムへ巡礼する途中バーリに立ち寄った。彼らは、相談に陳情し、エジプトを通って聖地に至るまでの安全を保障する、書類を受け取ることができた。 ベルナルドは自らの旅を記録したベルナルドの旅程でかつてベネベント人に属していたバーリがサラセン人の都市になっていることを記録している。ヘブライ5年代記のアフマーズ年代記によれば最後の支配者相談は資料深い統治者であり著名なユダヤ人学者アブーアロンとも良好な関係を持っていた。一方キリスト教徒の修道院の年代記では彼は 極めて浅ましく邪悪な人物として描写されている。確かに彼の時代にも、キリスト教徒やユダヤ教徒に対するムスリムの攻撃は、止まなかったが、この時点でのバーリは、高い水準の文明が花開いていた証拠が、残っている。イタリアの歴史家ジョズエムスカは、バーリのムスリム政権が、周辺の経済に、大きな恩恵をもたらし、奴隷貿易、ワイン貿易、 陶器貿易が繁栄したとしている。ソ談ダンの時代のバーリは、モスクや宮殿が立ち並び、公共事業が展開され繁栄する街になっていた。859年、ソーダンがカプアやテッラディラボロを攻撃した際、スポレートコ・ランベルト一世が、マルシェハク・ゲラルド、テレーゼのゲスタルドのマイエルポと、ボヤーノのゲスタルドのバンデルベルトと共に出陣し、 相談のバーリー機関を妨げようとした。凄惨な戦闘が起きたが、相談はバーリーに入ることができた。長期にわたり、バーリーを支配するムスリム政権は、周辺のキリスト教国とも外交関係を持つようになった。サレルの年代記によれば、サレルのに来たバーリーの施設が、司教の邸宅に滞在することになり、司教を狼狽させたという。またバーリーには、 皇帝ロドビコ2世の政敵だった、あるスポレート人が逃げ込んだこともあった。865年、おそらく、イタリア内に、ムスリム国家が存在することを不愉快に感じていた、教会の圧力により、ロドビコ2世は協領を出して866年春に、ルチェーラへ、北イタリアの戦士を集め、バーリを攻撃することになった。同時代の文献には、 この軍勢がバーリーへ進撃したのか否かさえ記録されていない。同年夏頃のロドビコ2世は皇后とカンパニアを旅しており、改めてランゴバルド諸皇からバーリー攻撃を強く要請された。867年春になり、ロドビコ2世はようやく行動を起こした。彼は最近占領されたばかりのマテーラとオーリアを次々と包囲し、全社を焼き払った。 オーリアはムスリムによる征服以前はよく反映していた。そのため歴史家のバルバラ・クロイツはマテーラがロドビコ二世に抵抗したのに対しオーリア別れを歓迎し、それゆえ前者が焼かれたのだと推測している。この遠征により南イタリアにおけるムスリムの一大拠点であったバーリとターランとの間の連絡が立たれた。ロドビコ二世は ベネベントとバーリの間の最前線である、カノーザに要塞を築いたが、彼自身は868年3月までに、ベネベントへ引き返した。おそらくこれは、ロドビコ2世が、東ローマ帝国の新皇帝バシレオスイ世との交渉を始めたことと関係している。ロドビコ2世の娘を、バシレオスイ世の長男、コンスタンティノスに嫁がせる見返りに、 ロドビコ2世のバーリ征服を東ローマ海軍が支援するという取引交渉が行われた可能性がある。この交渉でロドビコ2世とバシレオス1世のどちらが主導権を握っていたのかについては、されるの年代期には一貫性のある記述がない。両帝国の合同遠征は869年夏に行われることになり、ロドビコ2世は場合によっては7月までベネベントに とどまることにした。東ローマ帝国からは、ニッケタス・オーリュファス率いる艦隊が到着した。彼らは、ロドビコ2世が直ちに娘を引き渡してくれると想定していた。しかし、ロドビコ2世は、娘の引き渡しを拒否した。理由は定かではないが、ニッケタスが、ロドビコ2世の帝合を否定する言動を行ったためである可能性がある。というのも、ロドビコ2世は、所管で、 ニケタスの無礼な行動に言及しているためである。ただ一方で、東ローマ艦隊が単にあまりにも遅く、秋になって到着したことも、理由となった可能性がある。870年、バーリのムスリムは、ガルガーの半島まで至る、大略奪遠征を行い、モンテ・サンタンジェロの聖域を犯した。これに対しロドビコ2世は報復遠征を行い、 プッディアやカラブリアの奥深くまで侵攻した。ただ、バーリやターラントなどの人口密集地は避けて通った。遠征軍は、数都市をムスリムの支配から解放し、遭遇したムスリム部隊をすべて打ち破った。おそらくこの成功で自信を持った、ロドビコ2世は、フランク人、ドイツ人、ランゴバルド人の陸軍と、クロアチアのスクラベニ人の艦隊の支援により、 バーリを攻撃した。八百七十一年二月、バーリの要塞は陥落し、相談は捉えられベネベントの牢につながれた。後の東ローマ皇帝コンスタンティノス七世は、帝国統治論の中で、バーリ攻略の際に、東ローマ軍が主要な役割を果たしたと述べているが、おそらくこれはでっち上げである。以下は、アンスティチュフィュアミタラルタファースチャンの、ランボバルド氏史料集の一部である。 ありがとうございます。